そうなんですね。その、まあ、喪失感というものに限らず、その辛かった経験、忘れたい経験みたいなのって誰しもあると思うんだけれども、実際私もそういう経験があって、自分でそれを曲にして、たりするんだけれども、そういう経験って、やっぱり、なんだろうな、それを経験してるってことは、きっとそれを伝える、人に伝えたり語ったりすることが、その私の使命というかね、そのために経験してるんだろうなって今思うんですよね、うん、その当時はすごい辛かったけれども、うん、あ、今この経験をしたから私はこの話ができて、この曲が歌えて、でこの人がそれによって何か気づいてくれたり、行動を起こしてくれたり、なんか癒されてくれたりとかっていうことが起こった時に、初めて あの経験本当にあってよかったんだなって思ったんだよね、うん、そう、だからその瞬間、その過去の出来事は変えられないんだけれども、その位置づけが変わるというか、うん、本当に嫌なものでしかなかったのが、うん、その宝物に変わるというか、あってよかったものに変わる、うん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 、でその方法として、あの歌、ツールとしてね、うん、歌っていうのがすごく私は強力だと思っていて、うん、伝わり方が全然違うんだよね、うん、私もその経験をずっと MC で喋ってたんだけども、うん、その曲になった瞬間にやっぱりもうすごい伝わるようになったし、うん、あとやっぱりその広まり方も違うし、うん、だから歌ってすごくそういう意味で強力なんじゃないかなと、うん、そうね、本当に何だろうな、全ての出来事が、まあ、自分が自分になるためのものだと、うん、今の自分になるためのものだったと思うんだけど、うん、それを辛いこととか嫌なことってどう受け取るか、どう転化していくかっていうところだと思うけど、本当にゆかちゃん言ったみたいに、歌って強力だと思う、うん、垣根なくドーンと内側にこうストレートに来るものだと思うね、頭で考えずに感覚で来るもの、うんうんうん、で、まあ、だからこそ私たちも芸能っていうものを表現の一つとしてやってると思うけど、それをどうこう出していくかっていうところで、まあ、さらけ出したりだとか、うん、転化したりだとかする表現があると思うけど、うん、そういった人生のすべてがすべて報われた瞬間に変わっていく、うんうんうん、あ、届いたって、うんうん、でこの人にもそれが共感としてその人の人生の中で輝くわけで、うん、輝いたりとか、まあ、癒しになったりだとか支えになったりだとかエールになったりするっていう、うん、そういう力強さが歌の中にある。一番素晴らしいのは頭で考えず、うん、ドンと、うんうんうん、腹で来る、感覚でってとこがね、確かに大きいかも。その曲、その両面だよね、うん、曲、感覚と、まあ、歌詞で頭でも入ってくるし、視覚も大事、うん、両方で入ってくるそのパワーというか、うん、でも喜びに変わってくるよね、本当に。そうなんだよね。その辛かったものが全てもう輝きに増してこう、うん、でね、自分だけのものじゃなくこうみんな、そう、そこを、そう、確かに大きいかも ね、その自分の宝物になるだけじゃなくて、人の中のその宝物に変わっていくみたいな、ね、確かにそういう素晴らしさあるよね。それでもさ、やっぱり経験しないと分かんないっていうか、頭でそうなるって分かってても多分本当には分からなくって、それをやっぱり経験して初めて、うんうん、それぞれ自分しか気づけないと思うけど、うんうんうん、私たちがこれをやることによって気づくきっかけには一緒になるっていう、うんうん、それができお手伝いができるってすごく誇らしい、うんうん、自分自身もよかったっていう、うんうん、過去の自分をね、ねぎらって褒めてあげることができるし、そうだね、報われた瞬間をいただいてる皆さんに、そうだね、だからこの歌が本当に広まっていくことで、その同じ経験じゃなくても、やっぱりそういう辛いものを持ってる人たちがみんな、あ、なんかそういう風に変えていかれるんだっていうことに気づいてくれるっていうのが本当に願いだよね、私たちもね、うん、苦しいよ大好きと言えないままの私、傷つけ傷つけられ、それでも思い合い精一杯生きてきた私たち。